ブラバム BT23 は、ブラバムが1967年に開発した、フォーミュラにカー。デザイナーは、ロン・トーラノク。BT23 は、交換スペースフレームを持ち、エンジンは 1600cc の直列4気筒、フォードコスワースフバが搭載された。最高出力は220馬力で、ギアボックスは、ヒューランド FT200 が採用された。 サスペンションはフロントにダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、スタビライザー、リアには逆エアーム型ロアウィッシュボーン、トレーリングアーム、コイルスプリングとスタビライザーが採用された。ブレーキは4輪、ディスクブレーキが採用された。BT23 はデレックベル、クルト・アーレンス、ピアス・カレッジ、ピーター・ゲシンといった多くのドライバーが使用した。特に、 ヨッヘンリンとは1967年に15戦の内9勝を挙げて F2 のタイトルを獲得した。その後、BT23 はコスワースフバに変えてコベントリークライマックス FPF2.2 リットル4を搭載した B バージョンが制作され、1969年の F1 カナダグランプリでカナダのプライベータージョンコーズが使用したがリタイアに終わった。 ありがとうございます。